横浜フリューゲルス。横浜フリューゲルス。横浜フリューゲルスは、かつて存在した、プロサッカークラブ。1993年から1998年まで、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟していた。前身は、横浜市にあった、中区スポーツ少年団、後に FC ゴールを経て、横浜サッカークラブと解称。その後、全日本空輸が援助を行い、 横浜トライスターサッカークラブ、1984年にチームの運営会社、全日空スポーツ株式会社を設立後は、全日空横浜サッカークラブとなった。ちなみに、トライスターとは、当時の全日空の主力機、ロッキード L-1011 の愛称であり、ユニフォームにも同様のロゴが使用されていた。1991年に J リーグに加盟。 J リーグ開幕時の加盟クラブの一つ。ホームタウンは神奈川県横浜市、ホームスタジアムは三沢公園球技場、後に横浜国際総合競技場も追加であった。練習会場は当初神奈川区にある全日空、姿総合グラウンドを使用していたが、1994年からは、戸塚かくほどがや太陽球場、太陽ホエールズの練習場後に建設された。 フリューゲルス、東戸塚トレーニングセンターを使用した。チームの合併後は、横浜 F マリノスが練習場として使用したが、横浜港未来21のマリノスタウンへの移転後は、横浜 FC が使用するようになった、口日、フリューゲルはドイツ語で、翼のイ。なお、L は優勢音なので、英語で発音するなら語尾の S は、本来的には S ではなく、 Z となる。スタート当初は全日空、ANA の A と J リーグ参戦にあたり共同出資した佐藤工業の S を取って、横浜 AS、a a スフリューゲルスと名乗っていた時期もあった。ちなみに、読売新聞とフジテレビ、プロ野球ニュースでは1992年と1993年は、チーム名表記を AS、フリューゲルス、スポーツ放置と日本テレビも、 エース横浜フリューゲルスと紹介していた1994年から横浜 F、横浜フリューゲルスに統一された。1992から1995年までは九州地方に J クラブがなかったこともあり、特別活動地域として長崎県、熊本県、鹿児島県で活動していたが、アビスパ福岡が J リーグに加盟した1996年以降は、 解消した後日。J リーグ発足前から監督を務めていた、鴨モアの下で、ゾーオンプレスを採用し、注目を集めた同年、チームはサントリー、ニコスシリーズとも7位に終わった。しかし、天皇杯では、快進撃を続け決勝で、サントリーシリーズの王者カシマントラーンとらわずに、終了間際に同点とされ延長戦となるも、延長戦で4ゴールを決め6から2で勝利。 J リーグ開幕後初の天皇杯で優勝した。ファーストステージの第4節から第11節にかけ8連勝して一時は2位になるなどし、最終的に5位となった。しかし、攻撃のよとして活躍していたアマリージャがこのステージ、限りで退団、引退するとチームは低迷。セカンドステージは8位に終わった。この年限りで、エドゥ、フェルナンド・ダニエル・モネル。 バウベルだ。シルバコスタラもチームを去っている。カモが日本代表の監督に就任するため、退任、ヘッドコーチであった木村文治が監督に就任した。現役ブラジル代表を含むブラジルトリオ、ジーニョ、セザールサンパイオ、エヴァイールの加入が話題を呼んだが、ファーストステージでは14チーム中13位に終わる。木村は、ファーストステージ第14節で監督を辞任。 公認のアントニオ・カルロス・シルバもチームを上位に押し上げることができなかった。大量失点しまうことが多く、両ステージを合わせた失点数がリーグワーストであった。しかし、シルバの若手企業の下、と、奈良崎聖豪、吉田高行、鳩康弘といったこの年入団した選手が台頭した。オタシリオが監督に就任。前年度チームに加入したブラジルトリオが、 チームにフィットし、三浦敦、前園、山口祖などの活躍もあり、開幕8連勝、内開幕6試合、無失点記録を樹立するなど、リーグ前半を主位で折り返した、もし前年度までの2ステージ制ならば、ファーストステージ優勝であった。しかし、アトランタゴリンボに再開した、後半戦で勝ち点を伸ばしきれず、優勝した、アントラーズ、2位のグランパスと勝利数は21で並ぶ。 ものの、勝ち点で及ばず、最終順位は3位となった。エヴァイール、前園が対談した一方、バウベルが1994年以来の再入団。ファーストステージでは、最終節まで優勝争いを繰り広げ、惜しくも優勝を逃した、勝ち点差2で2位。しかし、ファーストステージ限りで、チームの躍進を支えたジーニョが対談すると、得点力が低下し、 セカンドステージは11位と低迷した。この年限りで、おたしりを監督が退任。カルロス・レジャックが監督に就任。3から4から3スタイルを取ったチームは開幕戦の横浜ダービーで横浜マリノスを延長の末にの位置で下すなど、ースタートを切ったが、攻撃的スタイルの弊害から翌節から5連敗。その後7連勝するなどし、 ファーストステージは10勝7敗の成績を残した。しかし、セカンドステージに入ると守備が破綻するなど低迷し、レジャックは、セカンドステージ第8節をもって、不審の責任を取って辞任した。公認監督にはコーチだったゲルト・エンゲルスが、昇格した。1998年10月29日、記者発表前に、マスコミから出し抜かれる形で、 横浜マリノスと横浜フリューゲルスの合併が発覚。出資会社の一つであった佐藤工業が本業の経営不振のためクラブ運営からの撤退表明し、もう一つの出資会社の全日空も赤字に陥っており、単独でクラブを支える余力がなかったことが原因であった。そのため、横浜マリノスの親会社、日産自動車との協議の結果、両クラブは合併の上、 実質的には主導権を持つマリノスにフリューゲルスが九州合併されることになり、クラブは事実上消滅することになった。そして、両クラブの合併はその日の J リーグ理事会で正式に承認された。合併発表後で初の試合となった10月31日のセレッソ大阪戦で、試合後にサポーター各団体が合同でスタジアム前の広場に座り込み、 合併撤回を求めて、クラブフロントとの話し合いを要求した。全選手も、街頭での活動に加わった、合併反対署名運動等は、全国で起こり、62万を超える署名が集まった。11月7日のホーム最終戦、三沢では、試合後のセレモニーで、エンゲルス監督が、クラブのありと救済を訴えるアピールを日本語で行い、フリューゲルスファンとしても知られていた。 カビラ自衛が存続支援を明言するなど、マスメディアでも現実社会問題として取り上げられた。12月2日、両クラブ合併の調印式が行われた。そんな合併消滅劇の中、第78回天皇杯が開幕し、フルーゲルスは調印式後の12月13日に初戦を迎えた。同大会においては、出場機会に恵まれず翌年の所属先が、 決まっていなかった選手たちを出場せてたクラブへのアピールの場にしようとも考えられていたが、当時ベンチ入りの機会すら少なかった桜井高らの強いフリューゲルスを見せようという一言で、クラブがさらに一丸となった。準々決勝ジュビロ岩田、準決勝鹿島アントラーズ、1999年1月1日、決勝清水エスパルスを破って優勝した。 1999年2月1日、横浜マリノスと正式合併して消滅。マリノスはチーム名をフリューゲルス由来の F を加えた横浜 F マリノスへと解消した。練習場はフリューゲルスの東トツカトレーニングセンターを引き継いでトツカトレーニングセンター都市2007年のマリノスタウン完成まで使用した。一方、 横浜フリューゲルス存続を願うサポーターの一部は、これが困難になった現実に対応すべく、代替案として、新クラブ結成に動き、1999年1月、株式会社横浜フリエスポーツクラブを運営会社として、横浜 FC が設立され、特例として、日本フットボールリーグ、JFL への参加が認められた。横浜 FC は1999年に、 設立されていたフリューゲルス再建基金からも2500万円の融資を受けてチームを運営し JFL で2年連続優勝した2000年のシーズン終了後には翌2001年からの J リーグ J に参加が認められたがその際にフリューゲルスとは別の存在であると明確にしたため元フリューゲルスサポーターの中には横浜 FC から離反する動きも見られた以後 横浜 FC は、フリューゲルスとは異なる、新しいクラブとしての歴史を重ねて、クラブの歴代成績にもフリューゲルスの記録は、加算されないことになった。また、フリューゲルス再建基金は2009年8月29日に、挙出者総会を行い、2000万円分を横浜 FC の観戦チケットとして、返済を受け、残る3800万円分は、横浜市が進めていた日発、 三沢球技場観客席の増設、約2200席分へ寄付することになり、それに合わせて、同球技場の一般客メインゲートをの柱に、再建基金についての名板が設置された。フリューゲルスの名称を含む、所権利は、現在も、横浜マリノス株式会社が保有している。2004年2月、マスコットの飛丸をはじめとした、横浜フリューゲルス関連グッズが、 日本サッカー協会日 JF ハウス内の日本サッカーミュージアムに寄贈された。横浜 F 全日空スポーツ最大の出資者で合併を主導した全日空は合併後の F マリノスも運営した横浜マリノス株式会社に30%資本参加したが主要株主は引き続き株式の70%を所有する日産自動車だった上 全日空は2002年2月には全株式を日産自動車に売却した。2011年にはユニフォームでの社名掲示位置が背中から袖に変更。さらに2013年をもってユニフォームスポンサーから撤退した。国際線航空便のエコノミークラス割引運賃制度として使われていた飛丸航空券は1999年2月からゲットに改変され、現在は エコありとなっている。横浜 F の共同出資者であった佐藤工業は2002年3月に会社構成法の適用を申請し2009年9月にその手続きを終えた横浜 F 解散後もサッカーに対する同社の積極的な姿勢は残り2011年1月21日には日本サッカー協会と協定書を交わし同協会が進める JF 心のプロジェクト 夢戦に共産企業としての支援を開始した。同社の本社がある、富山県では2007年11月に設立された、カターレ富山が2009年から J2 に参入し、佐藤工業は出資はしなかったものの、カターレの主催試合では、ベンチ広告のスポンサーとなっている。チームの合併発表時に、フリューゲルスへ在籍していた23選手は、 関係者の尽力や天皇杯の活躍もあって、翌年も、大久保隆弘、本田ダ健、JFL 以外は全員 J リーグクラブ、J2 を含むとの契約を足した。フリューゲルスを吸収した F マリノスには、長井秀樹、佐藤和樹、三浦敦弘、鳩康弘、吉田高行など、天皇杯決勝での先発4人を含む5選手が、加入。合併2年目の2000年には、 ミ浦らララの活躍で第1ステージ優勝も果たした。ハトは2004年シーズン途中に移籍した後、2010年に F マリノスへ復帰し、2011年限りで現役を退いた。F マリノスにスライドした旧フリューゲルスユースの選手で、坂田大輔と田中俊美学はその後の F マリノスで中心選手となり、共に日本代表まで選出された。 生え抜きの中心選手として、現場、サポーター不在の合併を厳しく批判した山口元博と日本代表の GK をめぐって、マリノスの川口のおかつと激しい競争をしていた。奈良崎聖豪はマリノスには加わらず、1998フィファワールドカップ日本代表にも選ばれていた。この二人は名古屋グランパスエトへ移った。同大会のブラジル代表では、 大会初ゴールを挙げるなどで準優勝となった。セザール参拝をブラジルに帰国して、パルメーラス復帰。選手会長として、山口と共に合併反対の急戦法だった。前田浩二はジュビロ岩田、原田武雄は、セレッソ大阪、天皇杯決勝は出場停止だった。薩川良洋は、柏霊祖、天皇杯決勝でゴールを挙げた。久保山義清は、決勝の相手だった。清水エスパルス。 ユース出身の井上武志育は、天皇俳優賞の実績で、ジェフ市原新監督に就任したエンゲルスと共に、市原へ遺跡と、ベテラン、中堅の主力選手は F マリノス以外へと分散した。また、フリューゲルスのフロントから、京都パープルサンガの統括部長に招かれた木村文治は、フリューゲルスの若手6選手を京都に入団せた。合併発表後の新チーム遺跡が、 比較的順調に進んだこともあり、旧五次大で発足した横浜 FC には直接フリューゲルスから移籍した選手はいなかったが、1九9三年の J リーグ開幕時にフリューゲルスで踊らしていた高田正明や渡辺一平などが加入した。その後も佐藤和樹などの元フリューゲルス選手が入団したが、2 0 0年8月にはアルビレックス新潟に在籍していた山口が加入し、 山口は2006年に首相として横浜 FC を J1 昇格へ導いた、その後2007年限りで引退。なお、山口は F マリノス使用時には近づかなかった、旧被が一つか、ィーク、トレーニングセンターを横浜 FC が引き継ぎだ際には、フリューゲルス時代と同じ場所に自分のロッカーを置き、自らの引退試合でもフリューゲルスの名前を使おうとしたが、上記の通りに、 名称の権利を持つ横浜 F マリノス、横浜マリノ株式会社からの許可が降りず、山口は引退試合の開催自体を取りやめた。なお、山口は2012年から2014年まで横浜 FC の監督を務めた。フリューゲルスのトップチーム在籍経験者のうち、2017年に現役選手として登録されているのは、奈良崎、名古屋、 エンドを保つ人士、G 大阪の二人である。フリューゲルス消滅時に移籍したクラブに残っているのは、名古屋の奈良崎のみで、海外クラブなどへの移籍を見送った理由として、移籍すると、メンバー表の全所属のところに、横浜フリューゲルスいう文字がなくなってしまうとしている。1995年を頂点にした、観客数の急減、J リーグ各クラブの赤字額の増大に金する。 J リーグの危機は、1997年の J リーグ、巡回委員、トスフューチャーズの存続問題に続く、このマリノス・フリューゲス合併で、誰の目にも明白となった。日本代表の周囲は、フランス W 杯出場で盛り上がっていたが、J リーグは、ベルディ・川崎が、読売新聞社撤退による、大幅な経営縮小やベルマーレ・ヒラツカも、富士と撤退にいる、経営危機が重なり、 また前年のアジア通貨危機に橋を発した不況の影響に苦しんでいた。J リーグジャーマンとして事態の収拾に当たった川淵三郎は自分に話が来た時は両チームの合併は決定事項で覆せなかったと釈明する一方、J リーグの責任者として合併を認めたことはサポーターたちや前田選手会長などからサポーター虫として多くの批判を浴び、後にこれが一番。 辛かったと実会した。この事態は、親会社に依存した各クラブの経営体質に問題があると判断した川は経営監視体制の強化に乗り出し、各クラブの財務状況の公開を徐々に進めた。また、翌年から導入した J リーグに部制では、より経営環境が厳しくなる J2 の各クラブに一層の地域密着を求めた。なお、翌百九十九年により、 J リーグが二部制に移行する関係で、1997年1998年の成績をもとに、介護クラブによる J1 参入決定戦、トーナメントによる入れ替え戦が行われることになったが、フリューゲルスの消滅により入れ替え戦の参加が会4、クラブに減少し、トーナメントも一部変更となった。ザ・ルフィ、ー、ビクトリー。 1993年4月28日リリース。シャンティ・スナイダー、フライング総拝1998年に発表された。前述したように、横浜 F は J リーグ発足当初は九州地方をホームタウンとする J クラブがなかったこと、また全日本空輸がクラブのメインスポンサーとなっていることから、 横浜市と沖縄県を含む九州各県のダブルホームタウンを実施する予定にし、ホームゲームの半数程度を九州で行う方針にしていた。これは全日空が乗り入れている空港のある地域すべてを本拠地にする計画を持っていたことも絡んでいる。ところが、そうしてしまうと各県につき一試合ずつしか割り当てられず、工業的にも不利であることから一部、 横浜 F の主催ゲーム開催を拒絶した件もあったため結局九州での準本拠地は長崎県、熊本県、鹿児島県の3県に絞った。また J リーグではホームタウンを原則1チームにつき1市区町村となっている。現在は同一都道府県内の複数市区町村にまたぐ広域ホームタウンが認められているとした関係もあり。 正式なホームタウンは横浜市としながら、これら3県は特別活動地域というカテゴリーを設けて、ホームタウンとほぼ同じ権限を持ち、横浜 F の主催ゲーム、天皇杯は除くを優先的に開催することができた。このため、J リーグ発足最初の4年、1992から95はフリューゲルス以外のチームが、この3県で主観試合をすることはなかった。J リーグ発足時、 同じ横浜にホームを置く、横浜マリノスと同日に主催試合を行うことが珍しくなかったが、J リーグが同一会場での複数試合開催をピッチコンディションや観客の入れ替え等の点で認定いないため、横浜 M が三沢 Q、横浜 F が下記の九州三県か国立等の他会場を使うケースがあった。逆に福岡県では、 横浜 F の主催試合は行われず、横浜 M が1993年1994年に、各2試合ずつ、東平尾公園博多の森陸上競技場で主催試合を行った。このほか、同競技場では、ベルディ川崎や、浦和レッドダイヤモンズなども主催試合を開催し、V 川崎は、福岡ブルックス、現在のアビスパ福岡が、 J リーグ巡回員となった1995年にも東平尾公園博多の球技場で一試合を取材した。いずれの試合でも横浜 F はアウェイチームとして登場しなかった。各年度の開催試合数は横浜フリューゲルスの年度別成績一覧、年度別入場者数を参照のこと。上記の関係もあり、1ヶ月以上も三ツ沢9でのゲームが組まれず、 事実上の長期ロードに出たことがあった。特に1993年の11月から12月にかけての試合に至っては、三沢旧の横浜 F 主催号は1試合しか行われなかった。また7月から9月初めにかけても、熊本と国立で1試合ずつ試合をしており、このステージのホームゲーム9試合で、三沢旧で試合をしたのはわずか3分の1に通った3試合だけだった。 1994年、三沢、旧の芝生の張り替え工事を行った関係で、第1ステージ、サントリーシリーズの後半、5月14日後の主催試合も鹿児島、長崎、国立、富山と転戦し、熊本、水前寺は当時改修工事中だったため、第1ステージは行わず、ワールドカップを挟んで8月20日に行った、名古屋グランパス8との対戦でようやく3ヶ月ぶり。 最終前最後試合は5月7日のガンバ大阪戦に三津沢急に帰ってきたという事例もある。このため九州での試合では横浜 F のモチベーションやパフォーマンスは低くなってしまい。その結果横浜 F の九州でのホームゲームの結果はリーグ戦、カップ戦合計で5勝22敗。しかも1994年7月23日の山崎ナビスコカップ1回戦。 対セレッソ大阪、鹿児島に1から0で勝利したのを最後に14、連敗という成績であった。また、スタジアム別では、鹿児島で3勝7敗、長崎で2勝8敗、熊本は7戦全敗であった。これは、公式なホームタウンではないが、佐藤工業の創業の地が、富山県にあるため、1994年から数年間は、 富山県総合運動公園陸上競技場でも、毎年1試合程度の主催試合を開催していた。1996年、アビスパ福岡が J リーグに参入したのに伴って、横浜 F の特別活動地域のカテゴリーは消滅し、各クラブが平等に主催できるようになったが、京都パープルさんが通ったクラブの主催試合もやれていた。 鹿児島県についてはその後も横浜 F の主催ゲームを年1から2試合程度開催した。ファースト、主にホーム用は白をベースに、セカンド、主にアウェー用は青ベースに制作された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。